はいどうも、岡新チャンネルです。今日はスピーカーセッティングのたった一つのポイントということで話していきたいと思います。まずスピーカーをモニタースピーカーをセッティングする上で一番大切なことって、知っておかなきゃいけないことっていうのは、完璧な部屋など存在しないっていうことなんですよ。僕の部屋もそうだけど、こっち側は壁でスピーカーの横、ちょっと見えるかわからないけど、ちょっと右が空間空いてるんですよ。で、皆さんの部屋もそうだと思うんだけど、完璧に設計された部屋に住んでない人の方がほとんどだと思います。で、そこでもちろんそのスピーカーセッティングする鉄則みたいなのあるじゃないですか。例えば耳の高さにツイーターを置きなさいとか、その、まあ、正三角形とか、それが難しければ二等辺三角形の形になるように自分とねスピーカーが置きなさいとか、いろいろあるんですよ。で、それはもちろんそう、その辺はいくらでも解説してる人がいるからそれを見てくれればいいんですけど、そうじゃなくて、まあ、特に曲作りをする人、ミックスをする方、何を根拠にスピーカーを設定していけばいいのかっていうことなんですけど、まずね、その今言ったように完璧な部屋は存在しないんですよ。完璧な部屋が存在しないということは、何か別のリファレンスをまず持たなきゃいけない。で、そう、皆さん誰でも手に入る完璧なリファレンスっていうのがあって、それはイヤホンとかヘッドホンです。別に高価なものである必要はなくて、大事なのはその自分が聞き慣れてるもので、全然民生機と言われるもので OK です。だから今で言えば、いわゆる AirPod Pro みたいなものが使ってる人多いのかなと思うんだけど、それで全然いいと思います。まあ、自分は使ったことないんで、ちょっと確実なことは分かんないんだけど、自分の場合はこのもうね10年ぐらい前から使ってるんですよ。これ10年、クリエイティブのこの Zen っていう、いわゆる MP3 プレイヤーっていうやつですよね。 Zen X5 っていうやつなんだけど、これも僕10年ぐらい使ってます。で、自分が最終ジャッジをするのはこれなんですよ。で、これにソニーのイヤホンつけてます。自分がウォークマン育ちなんで、ソニーのイヤホン慣れてるっていうのがあるので、ソニーのイヤホンつけてます。これもね、MDR の EX510 だったか310だったか、せいぜい5000円ぐらいのイヤホンですね。これで最終判断、そのミックスが終わったなっていう判断は最後はこれでします、僕の場合は。で、これ全然高価なものである必要はないです。とにかく大事なのはイヤホンかヘッドホンであること。で、そうすれば部屋の影響を受けない。で、そうすると毎回同じ判断が客観的にできるんですね。特に聞き慣れてるってことが大事で、自分がいつも音楽を聴く環境に、言ったらね、 YouTube で音楽聴く人とか、 Spotify なり Apple Music で聴いてる人多いと思うんですけど、そこと並べて自分がミックスしてるものを聴けることが大事で、そうすると自分のミックスの弱点とか分かるじゃないですか。で、その時に、まあ大雑把に言えば、例えば低域が不足している、低域のパワーが足りないっていう問題が起きたとします。そしたら、ここで自分のスピーカーのセッティングを変えるんですよ。どういうことかっていうと、このリファレンスで低域が足りなかったら、スピーカーの低域が多すぎるってことなんですよ。わかります？なので、このリファレンスで自分のミックスが低域のパワーが足りないなという感じがしたら、スピーカーを設定するときに低域のパワーが足りないように設定するべきなんですよ。わかります？今あなたのスピーカーは低域がパワフルに出すぎてるってことなんですよ。そうするとミックスしてるときに
あ、自分のキックとかベースが、あ、これぐらいあれば十分だって感じちゃうでしょ。それがこっちで聞いた時にキックとベースのパワーが足りないっていうことになるんですよ。だからその場合はスピーカーのキックとベースがパワフルじゃなく聞こえるように設定しなきゃいけない。つまりリファレンス機で起こった問題がスピーカーで同じように起こるように煮詰めていくことが大事なんですよ。で、今低域の話特にしてるんですけど、基本的にほとんどの場合、こういうプライベートスタジオとかで作業してる場合、低域が出すぎるんですよ。っていうのはね、低域っていうのは普通の家では何と言うんだろう、吸音しきれないものなんですよ。僕ん家もね、すごいいっぱいディフューザーとか吸音材とか貼ってるけど、せいぜいねこれぐらいの厚さのものでは高域しか抑えられないです。これはまあいろいろググっていただければわかると思うんだけど、例えば 50Hz の、皆さんも大好き 50Hz のね、波形って 6.6m ぐらいあると言われています。で、その 6.6m の波形を吸収するには少なくとも4分の1の長さの吸音材が必要だと言われています。4分の1の長さの4分の1のその 6.6m の4分の1の長さの吸音材が必要だと言われています。6メートルだとしても 1.5 メートルね、置けます？そんなもの絶対置けないじゃないですか。だから普通ほとんどのプライベートスタジオっていうのは低域が多すぎるんですよね。だから例えばね、ヤマハの HS シリーズ使ってたとして、ヤマハの HS シリーズっていうのは後ろ背面に調整する多分ネジが、あの調整できるつまみがついてます。で、これですね、ローは 500Hz の多分シェルフで、ハイは 2kg のシェルフがついてるはず。そしたらまず500のローシェルフはもう一番下まで切りましょう。マイナス 4ぐらいできるんじゃないかな。でね、そうすると低域の全体量減るじゃないですか。その状態でもう一回、例えばミックス、簡単な、フォーリズムみたいな音源を作って、ドラム、ベース、ピアノ、まあギターでもストリングスでもいいんだけど、それをこう5分ぐらいでバランス取ってみるんですよね。でウォークマンで聴いてみる。そうすると低域の量がさっきより改善してるはずです。実際に現実で鳴ってる低域の量が減る代わりに、ミックスの途中で、あ、もっとローブーストしなきゃなって思うので、結果として仕上がった作品のミックスはローが多くなるっていうことになります。はいはい、というわけでまとめですけども、まず完璧な部屋は存在しない。だからイヤホンかヘッドホンで自分が聞き慣れたリファレンスを持つこと、そしてそのリファレンスで自分のミックスをチェックした時に感じた問題点、ローが少ないとかローが多すぎるとか、それをスピーカーでなるべく再現する。こっちでローが少なく聞こえるなら、スピーカーでもローが少なくなるように設定する。そうすると自分のミックスが少しずつ改善していくと思います。以上、岡新チャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。